こんにちは。伝えるでいきましょうか。あの神サプライズ良かったでしょ。神サプライズすごいでしょ。あの情報を知ってる人が自分には使わないけども他の人に伝えることによって拡散することによっていつか役に立つ人に行き渡ると思うんですよ。まああの歯磨きの件もそうですしね。だからネットビジネスを始めた時に3つぐらいね、こう意識することみたいなのを教わったんですけども、その中の一つがいいと思ったことはすぐ伝えるってやつがありましたね。あと残り2つは別の機会にお話ししますけども、だから今回もね、あこれすごいじゃんと思ったら素直に情報を伝えていくってことはしようかと思います。で、自分の情報が精査ができていればね、その反応は情報を受け取った方が評判として決めてくれると思うんですよ。で、全ての人に当てはまるっていう情報はなかなかないんですけども、良かったよって評判が集まるとそれが信用になってきて、さらにもっといい情報をね発信したいなと思いますし、発信力がついていけばこれを紹介してもらえませんかっていうふうなオファーも来ると思いますので、まさにインフルエンサーっていうのはまずは一番最初にたった一人の人に気づいてもらえる、たった一人の人に伝えることができたっていうところから始まるんだなと思いました。いきなりね10万100万フォロワーを当てにしてるからなかなか足が出ないんですけども、最初は一人を捕まえるところから始めるんだと思います。いや、こういったこともね伝えることができてよかったなと思ってますけどね。いってらっしゃい。